こんにちは。今日は2021年の2月の7日です。2月のですね、4日のことになりますけども、有名なですね、旅行会社の HIS が新プランを発表してきました。新プラン、格安二重プラン提供開始のお知らせということで、ニュースリリースの内容を見てみましょう。格安スマホが初めての方におすすめ、大容量70分無料通話付きプラン、格安二重の提供開始と。新プラン、格安二重プラン提供開始のお知らせ。20GB 月額1980円、70分の無料通話付き。 HIS モバイル株式会社は2月10日15時からデータ容量 20GB と70分の無料音声通話を含んでですね、超過後の電話代金も大手通信会社の半額30秒10円とした格安20プランの提供を開始いたしますと。こういう、ニュースリリースですね。 HIS モバイルというのはあの日本通信との合弁会社だそうです。 HIS モバイルは業界最安値に挑戦します。プラン料金は1980円、月額ですね。でデータ容量は月にですね 20GB、 通話料は70分まで無料と。なるほど。先日日本通信が12月からですねサービスを開始したプランと中身は全く同じですね。これはね、70分の通話過ぎたらですね30秒10円という一般キャリアのですね料金の半額水準と。しかも専用のアプリは不要だそうです。追加のデータ通信量は 1GB 250円。読んでいきましょう。格安二重プランの特徴。1番、月額1980円で大容量 20GB のデータ通信可能と。サービス提供開始当初は 16GB、まあ、これも同じですね。で NTT ドコモの通信を使っていると。で NTT ドコモのアハモのサービスが始まればですね 20GB で増量しますと。日本通信と同じくですね、データ容量が追加の場合は大手各社の半額となる 1GB あたり250円の価格で最大 10GB まで追加できます。その中にはですね70分の無料通話も入っています。で超過してもですね一般のキャリアの半額の30秒10円で追加ができます。他の格安スマホと違いましてですね、専用アプリは使わずに通話ができると。ネットワークは NTT ドコモのネットワークを利用して、本プランは人口カバー率の高い NTT ドコモの通信網を利用してサービスを提供しますということで、 LTE サービスエリアの人口カバー率は各 99% 超と。楽天モバイル独自回線は 73.8% の中、めちゃくちゃ名指しで挑戦してますね。楽天モバイルどうしましょうか。テタリング料金は他のキャリアではですねオプション料金となることもありますけれども、このサービスではテタリングは無料ですということで、日本通信の新サービスと同じくですね、月額1980円で 20GB まで、それから70分まで無料で通話ができますというプランですね。で旅行会社らしくですね、契約者特典ということで、先着1000名にはですねオンライン体験ツアーなどは用意されているそうです。まあ面白いサービスですね。特典に iPhone の修理が2000円お得ということで、 iPhone 修理の場合は2000円割引になるそうです。これは3月31日までの契約者特典と。特に3番が攻めてますね。特典3、楽天モバイルからの MNP 転入で契約事務手数料全額キャッシュバックということで、通常ですね日本通信にしてもですねこちらのサービスにしても通常は加入手数料が3000円かかるわけですけども、これが全額キャッシュバックとなります。楽天モバイルから MNP で入ってくる場合に関してはですね3000円が全額戻りますよという。ちょうどですね楽天モバイルの無料期間が4月に終わる方が、まあ、何万人と何十万人と想定されますから、その人たちを迎えようというですね企画ですね。特に現在楽天モバイルでパートナーエリアの方にとってはこれは魅力的に映るかもしれませんね。パートナーエリアで高速通信できるのは現在楽天モバイルは5ギガという制限がありますから、こちらに移るとですね楽天モバイルのパートナーエリアであってもドコモの通信網を使ってですね 20GB まで1980円で使えるということになります。これは差別化ポイントでアピールしているということになりますね。さらに面白いのはですね、オンラインでウェブサイトで申し込めるのは当然としてですね、 HIS の場合はリアルな店舗でも受付をしておりますと。この格安二重プランの詳細は後日ページを公開するそうですので、ちょっと楽天モバイルの1年間無料期間がそろそろ終わる方は
このページを見てですね、特にパートナーエリアの方はこういうサービスも気になるところではないでしょうか。まあ、特にもともとですねドコモのアハモ対抗で作られたプランですので、アハモに移行するよりはこちらの方がお得という方も結構いらっしゃるかもしれません。面白い選択肢だと思います。特に HIS 別のサービス使われている方にとってはですね、一緒に申し込まれるという選択肢もありかと思います。まあ、他の方は楽天エリアの範囲にある方は、まあ、あまり意味はないかなとは思うんですけども、特にですね楽天モバイルのちょっと懸念事項である通話品質ですね、それがちょっと気になっていると、あるいはもう嫌だと、通話に関しては楽天モバイル使いたくないという方であればですね、このドコモ回線を使った70分無料がついているこのプランというのは、まあ、ある意味楽天モバイルシムとですね合わせ持ちというのもありかもしれません。特にそういうお仕事でですね通話をされる方は、ドコモのネットワークを使ったですね通話プランがついているこのサービスは気になるところだと思います。まあ、とにかく今後詳細が出てくるでしょうから、チェックしておいた方がいいと思われます。参考になった方はですねいいねボタンを、応援していただける方はですねチャンネル登録をよろしくお願いします。